支配勘定は、江戸幕府における職名の一つ。勘定所で実務に当たる勘定奉行廃下の役人で、役所においては勘定のもとに当たる。勘定所には他に、支配勘定見習いや、支配勘定出役などがいた。職務上、筆算の才能が必要なため、人用に際しては、吟味が行われた。筒じまずめで、上下役、百俵高。 持ち福地勤めでおまみ以下のご家人がこの職に就いた。止め付け、カバン、小不信組、不審役や官定所の過料が支配官定へ昇進し、その後官定や官定銀味方改め役、大官などになった。設置されたのは万治2年で、この時の人員は24名、法暦11年には93名となっていた。 法歴4年武神修復見聞のための縁国、出張費を、館外は20両、館内は15両と定められたが、同6年には、館外15両、館内10両に減額された。支配官上見習いは、10人ぶちで、法歴5年12月に設置。支配官上出役は、不代席で100票以下のものは5人ぶちを与えられた。年に設置。当初名だったが、 同11年に15名が追加。さらに、文政3年二0名、天保9年に20名がそれぞれ加わり、計65名となった。理長より、ABC、天保年間所役対外順より、環状吟味役の続理で、役高150票。ありがとうございます。